はい、こんばんは。山城と申します。いや、今日もね、始まりました。亮太、山田の誰も聞かないラジオじゃない、誰も聞かないラジオは、前に緑のチャンネルでやってた、生配信のやつでしたよね。ラジオ番組が。これなんだっけ。あ、亮太、山田のつまらない話でしたね。第2回なのかな。もう、特に何も考えずに本当に撮ってるやつなんでね、すっかりとわからなくなってますけど、多分1回目の放送でトイレットペーパーのね、シングルダブル問題というのをグダグダと話したと思うんですけど、今日もね、またね、ちょっと寝つく前にね、チラチラーと小1時間ぐらいボソボソと喋って寝ていこうかなと思います。喋りながら寝落ちしていてもね、もうそのまま使うかもしれませんよっていうくらい、まあね、うちでやってる編集の中では一番手抜いてやってますからね。まあもうね、やっぱしね、ラジオ放送ね、その定期配信でね、またステラジ復活させるってのもね、考えては見たんですけどね、結局そうするとね、編集で時間がかかるし、これ、こういったね、やり方のね、一番いいところはね、グラグラーと、喋ることができる。で、どこでもね、カメラを回すよりも、よりね、条件緩くできるじゃないですか。もう今もね、もう布団の中に潜って、ちょっと寝つけねえなというふうになったんでね、じゃあちょっとね、一言ボソボソっと、どうでもいいことでも喋りながらね、自分も寝てくのにね、結構ね、口を動かしてね、ある程度動かしてね、適当に、あれですよ、討論しようとかするような感じでね、ちゃんと話そうと思ってね、論理立てて、ね、どういうようなね、起承転結を考えてとか、そういうことをするとね、頭を使ってうーってやるんで、頭が活性化されちゃうんでね、結局、起きてく方向になってくんですけど、その後ね、疲れて寝てくっていうのもあるんですけどね、もうそのまま寝落ちしたいなっていう時はね、何も考えないのがいいんです。ということでね、今日はね、一応まあでもね、テーマを決めようということでね、何で話そうかなということなんですけど、皆さん、砂糖のご飯と言ったらいいのかな？レンジでチンするタイプの、パックご飯ってあるじゃないですか。あれって皆さん買われますか？私ね、一時期はね、結構使ってたんですけど、今ね、あまり使わないんですよね。今というか、まあ、もともと全然使ってなくて、ちょっと一時期、結局もう、そんね、一人暮らしやしね、もう、このパックのご飯でええんちゃうのと思ってね、見てた時期もあったんですけど、まあ、空量は空量なんでね、バカみたいな量を食べるんでね、まあまあ、それなりに、一食で2、3、5グとか食べるんで、そうするとね、全然、あっちのパックご飯だとね、3個、4個とかね、食べて、さらにおかずをね、その時に合わせて作ってとかっていうと、結局ね、大仕事になってしまうんでね、あ、これはいけないということでですね。まあ、最近はご飯をまたね、炊くようにしてます。まあ、もともと炊飯器はね、家にあったんで、それを使ってるんですけど、いやー、ふとね、思ったわけでございますよ。あれって、改めて見てみると、まあ、皆さんどうやって調理されますかっていうところなんですよ。まあ、もうタイトルがね、多分、サムネイルもできそうやからな、これ。でもタイトルにはね、入れてあると思うんでね、もうどういう話題をしたいのか分かってると思いますけど、いいんですよ、そんなのね。グラグラーとそのあたりも説明してきますんでね。こんな感じでやったらいいかな。ちょっとマイクの位置を変えてみましたけど、どうかな。
なんだったっけ、そう、あのやつをね、パックのご飯どうされますかということなんですよ。まあ多分多くの人はですよ、あれをですね、あのミシン目まで、あの転生のところまでめくってね、で電子レンジで2分かな、まあメーカーとかそのご飯の大きさにもよりますけど、大体に1分半から2分、最近の新しいやつだったら1分半とかでもできるのかなっていう感じですよね。でチンして700ワットとかで1分半、500ワットとかだとね2分ぐらいチンをして、それでね出来上がって、はい簡単というわけでございますよね。でね、まあそれ以外の作り方をする人がいるかもしれないと。でね、まあパッとね考えておくのはね、あの業務用のねレンジがありますよって、1500ワットのやつね、皆さん使ったことありますか。まあ最近はコンビニもねセルフのところ、ローソンがね特にセルフ化がだいぶ進めていてね、まあ、あれはあれでねちょっと思うところはあるわけでございますけどね、まあ正直言うと、あのローソンのセルフ化で、まあレンジがね、まあ別にこっちなのは、私はそのまああのこあとあと話しますけど、ちゃんとその飲食店でね働いてたこともあるんで、まあカラオケ屋さんの時にね、大体の店舗はね実は700ワット500ワットのやつでやっちゃうんですけど、カラオケ屋さんってね、まあ私がおったところには1500ワットのね、まああのまさやなのコンビニのレジで置いてあるのと一緒のやつですよ。あのでっかいやつで、いろんなボタンがあのピッて押すだけでね指定の分数ができるっていうやつあるじゃないですか。まさにあれをね、がある、お店があったんで、なんであれはね全然使い慣れてるんでね、どういうふうに操作したらねその分数やつができるのかってね大体分かってるわけでございますけど、あれ結構初見殺しではあるんですよね、うん、ですからあれをねローソン置いとって、まああれ海外の人から使うってなるとね説明書日本語でしか書いてないし、なかなか大変じゃないかなと思うけど、まあそれ以上にね厄介なのがね、ローソンさんは今あの L チキとかあの唐揚げくんがどんどん今セルフで取ってってくださいっていうパターンになってるじゃないですか。あれがね、まあぶっちゃけなんかちょっと使いづらくて、ですね、あれで私1回だけ買ってみたんですけどね、 L 的買おうと思ったらなんか袋を出してね、袋で自分入れて、あこれはめんどくせえなってなって、もういいや唐揚げくんにしとこうって言ってね、唐揚げくんを買いましたけど、まあまあめんどくさいしね、うん、なんか感じどうなんだろうなっていうところ思ったりして、もう結局一回きりでしたね。うん。変わって最初の時に試しに一回買ってみたけど、まあめんどくさいからいいやって。だからもうフライモノ買う時は、まあ7チキに行くか、あのファミチキを食べる機会がめちゃくちゃ増えましたね。ね。っていう風になってるんでね。あれどうなんだろうなとは思うんですけど、まあ、どうなんでしょうね。まあ、ファミリーマートさんとかで、そんなギャギャ言う話でもないし、多分下手すれ、あれのおかげで、それこそローソンが近くにあった店舗なんかはね、あれ、なんか、ファミチキの売り上げ増えたわ、みたいなこととかなってそうな気もするんでね。だとしたらね、うん、黙って生還するっていうのもね、手になりますからね。頑張れ、ローソンさん、その方針で突き進むみたいだから頑張れ。そうすると、俺たちの売り上げが上がるし、なんてね、思ってるかどうかわかりませんけどね。っていうのもある。だから、あれどうなのかなと思ってるけど、結構ガンガン進めてますよね。うん。あれはどうなんだろう。結局、あっちの方のが成果が出てるということなのか。ね、多少ちょっと売り上げが落ちるのか、まあもしくはあれじゃ結局、まあ、私みたいにねめんどくせえなって言って、じゃあいいやっていう人が少なくてね、ほとんどの人はむしろそれで購買意欲が湧いてね、自分で取るものがいいって言って、ね、自分で選択するねあれがあるって言ってね、よくて売り上げが上がってるからあれにしてるのか。ただ正直ぶっちゃけ俺あれで
シルフになってからわちゃわちゃ買ってるシーンを見なくなったんだけど、大丈夫なのかなとは思いながらね、うん、思いながらはいるんですけどね、うん、まあもしくはね、うん、いやそのちょっと減ってもね、それ以上にその店員さんのねオペレーション負荷をね減らす、まあ人件費カットにつながるっていうところが大きいよと。まあその場合はところに内カフェとかもやってますからね、それなりに店内の調理オペが発生する、スタンスで、正直ね店内の調理発生するねスタンスのところって実は結構過去にもね、ココストアね、ここでワクワクココストアとかあったり、 AMPM もね比較的そのあそこは完全な店内調理ではなかったんですけどね、チルド管理製品でね、料理を美味しくして、それをね、バックヤードの一元管理でっていうようなことをやってたんですけど、まあ、結局、どちらもファミリーマートにも吸収合併されちゃうっていう形になっちゃって、そのシステムは引き継がれてないんですよね。なんでね、結局店内調理ってコンビニエンスストアにおいてはなかなか、レッテルが貼られてしまっているところがある中で、まあ、その中でローソンさんはあえてねその後にマチカフェ、おうちキッチン、おうちキッチンだったっけね、まあ初めて、ね、インスタ加工の方にシフトしてるし、まああとはミニストップか、まあミニストップはねイオンの、グループのねそういったノウハウがあるんでまだちょっとわかるかな。ただねあのまあ元々あそこもバックヤードの負荷は高いところなんでね、まあ、そこはそこで大変そうかなっていうのは見て取れるんですけど、もともとバックヤード負荷がかかるよっていう前提の作り方にしてあるのかなという、ところがあったりするんでね、どうなんだろうなというところだったりするんですけど、うん、まあどちらにしろね、うん、あの方針、まあでもそのままの結構最近もね結構店舗改装どんどんやってね、あのシステムに変えてるところが多いんでね、あまあそれが成功してるのか、ねっていう、まあ順当に考えたその見方ですけどね、まあそれかもうそういう方針でね、まあ日本企業では結構あるあるなんでね、これが怖いですけどね、もうレール敷いちゃったからもうこの方針で行くしかないって言ってね、あれ初動でめちゃくちゃなんか売り上げ落ちてるけど、いやいやあの最終的にはこっちの方が良くなるはずだからっていうか、もうそれで設備投資にね発注とかかけちゃってるから、もうそれでもう進めるしかないかなっていう、ねあのチキンレースじゃなかったらいいんですけど、 L チキだけにねなんてこともね思ったりもしますか、レースは R かじゃあ大丈夫かなどうなんだろうねっていうことを言いましたけど、違うんですよね。今日話したいのはねそういったことじゃなくて、佐藤のご飯、的なねあのパックご飯、まあレンチンをする、なんでそんな話になるの、あ1500ワットのやつね、そう、まあ、私なんかまあそんな感じで飲食でね働いた経験もあるんで、まあ比較的よくその1500ワットの業務用のねでっかいやつも使ったことあるんで、あれだとね40秒ぐらいでできるのだっけな、うん、あのまあもちろんそのメニューでね、ご飯レンチンのご飯とかって出すっていうのは実はねあの佐藤のご飯でもなかったんですよ。業務用のねあのお米ってのはあって冷凍のやつがあるんですよね。そあっちの方のが管理しやすいんでね、冷凍のその業務用米みたいなのを使うことのが多かったかな。まあまああのまあ炊くところが多いですね、圧倒的に原価が安くなりますんでね、っていうのがあるんですけど、ご飯に関してはね、まあただね自分のまかないのご飯を食べるときとかにね、これがね難しいところでね、あのね普通の飲食店だとまあまかないっていうのはね一つの魅力なんですよ。むしろ飲食店で働くのってもうまかないぐらいしかね楽しみがねえよっていうのもね、あの結構あるあるだったりするんですけど、あのことカラオケ屋さんの時はね特にあのそうはいかないと、であのちゃんと冷凍品とかが多いんでね、そんなあまかないね、あの好きなの食っていいよって、まあ、あの食べてもいいんですけど、その友情でね、なりますよっていう風になるんで、その時にね、結構ちょいちょい砂糖のご飯用意しといてね、まあまあ別にレンジ使ったりするのはね、
それはね、いいよってことでね、佐藤のご飯をレンチンして、カレーね、ちょっと温めて、ね、自分の持ってきたね、カレー温めておいて、湯煎機のところでね、もう、自分のやつもピチョンと入れてね、ポンカレーとかポチョンと入れて、ピャッとね、かけて食べるとかね、やったりとかね、することもあったわけでございますよ。うん。そうすると、まあ、30秒、40秒とかでできるわけですね。で、ここからが本題なんですよ。説明書って見たことあります？まあまあ、多分、見たこと、さすがに全く見ないってことはないと思うんで、ああ、ここまで剥がしてね、ああ、はいはいはい、2分でね、とかってね、うん。まあ、私結構、見ないと、結構やっちゃう人なんでね、でっかく書いてくれたらやってても結構見落としてね、分数間違えてね、なんかめちゃくちゃチンチンないやけどとかね、もしくは、あれ、なんかが全然あれないやけどと思ったら、分数全然違ったわって、てっきりこの手のやつからこれぐらいやろうって、ピッピッってやっちゃう人だって、私が言うのもあれなんですけど、うん。まあ、中にはね、そんな感じで、説明とかそんなんね、一切見ずにね、もう感覚だけで、ね、適当にピッ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 って、先にやっちゃって、ね、ドッカーンってなったからね、あれっていう人もね、ありますんでね、まああれなんですけど、まあね、多分一般的な人は、あれを見てね、ここのミシン目まで剥がすとね、で、あ、うちのレンジだったら、あ、何分ねっていう感じで、ね、やると思うんです。でね、違うんです。そのね、細かいことはいいんです。結論として言いたいのは、ほとんど大体一般的な人はレンチンでやると思うんですよ、あれ。レンチン以外でやり方、あるの？いやだって、砂糖のご飯ですよって。いや、それはレンチンでしょって思うかもしれませんけど、あれ、よーく見てみるとかね、よくも見なくていいです。書いてあるんですよ。レンジでする場合と湯煎でする場合って書いてあるんです。はい、ここから本題です。もう17分経ってやっと本題ですよ。砂糖のご飯的なパックのね、ご飯を湯煎でする人っているの？っていう問題ですね。これについてね、語っていこうと思います。まあ、結論としては需要があるんだろうなということなんですけどね。まあ、そのあたりもね、ちょっと考えていきながらね、っていうことになってくるんですけど、皆さんどうですか？砂糖のご飯的なパックのレンチン、もうだってレンチンご飯って言ったりしますかね、パックご飯。レンチンしますよね。レンチンじゃしない方、多分ね、特にね、YouTube 見てるよっていうようなね、感覚の方っていう方には少ないんじゃないかなと思います。まあでももちろんいると思うし、想定としてはまあもちろん YouTube を見てても、その湯煎、私は湯煎ですよっていう人は、うん、いるのはいるんだろうけど、まあ多分確率としたら、10% もいないんじゃないかなっていう見方なんですけどね。これなんでかというとですね、うん、じゃあ逆にですよ、どういう人が湯煎を使うのっていうことでございますよ。そうするとね、まあ、湯煎を使うパターンっていうのはね、大きくね、2つ考えられるんですよね。1つ目は、湯煎の方がコスパがいいというケースですね。これと、もう1つ考えられるのが、湯煎しかできないというケースがあると思うんです。いわゆる、電子レンジが使えない。というケースですね。こっちの方のがちょっと説明は楽かなと思うんで、こっちから始めます。まあ簡単に言うと、一つ目は家に電子レンジがありませんっていう家ですね。まあ経済的な理由とかで、まあ電子レンジ実は家でそんな使うことないんだよな、これなんて言ったらいいの、いやもう自分で料理を作って普段から食べる人でね、ご飯も炊飯器で炊くし、電子レンジを使った料理って食わないのよね、名前っていうような感じとかでね。まあもしくはね、もう本当に全然家具がない家でね、最近結構ミニマリストの人とかいるんで、そうするとね、電子レンジもね、うん、いや、だってコンビニで買ったらコンビニで温めればいいし、だから、
わざわざ家に電子レンジを置くスペースを確保する必要はなくね？みたいなね、人もいたりするのかなっていうことなんですよ。そういうような感じでね、わざわざその何万円もするね、電子レンジ、をね、買う必要はないじゃないかっていうふうに考えてね、いる人は、たまにね、そのご飯、パックのご飯を、必要とする場合に、ガスで、その湯煎をするというケースがあるのかなということ。まあ、もう一つは、あとは健康上の理由ですね。まあ、電子レンジって、やはり電磁波、非常に強い電磁波を発生させるので、電磁波アレルギーって言ってね、まあ、電磁波がもう単純に嫌いっていう人もいるし、私なんかもオーガニックやってた時に電磁波アレルギーって電磁波が出てるところだと、もう本当に嘔吐してしまうとか、もう本当に自分が電磁波系みたいな感じでね、大体ほんと、あ、もう本当にその人が、あ、ダメだ、頭痛い、ここなんか出てますって言って、電磁波系を当てると大体なんか電磁波が強くなってるとかっていうね、 いう方とかもいらっしゃるわけですよ。電磁波にすごく敏感にな人、体が敏感だって、精神的にね、電磁波があるって思うと、精神的にね、ちょっと来ちゃうよっていう人とかもいらっしゃるんですよね。まあ、電磁波の安全性についてはね、まあ、いろいろと、まあ、これはマイクロウェーブ波なんでね、まあ、一応ヨーロッパとかだと、子供にその覗き込ませたりはするなっていうような、そういうね、案内が出てたりするようなんですけど、まあ、日本でも一応あるのかなっていうことなんですけど、ただ基本的にはその電磁波でそのあれはないっていうような立場、日本はどちらかというと電磁波に対しては、規制は、他の面でも、携帯電話なんかでもね、結構昔、私が20年以上前ですけど、まだ 3G になるかなっていうぐらいの、頃とかに研究してた時でも、その前とかでもね、フォーバーとかの時代とかでも、圧倒的に実は、その電磁波に対する、携帯電話の電磁波に対する規制って、EU とかの、EU とかに行くと10分の1とかまでしか規制ができなくて、だから日本の携帯電話が排除されちゃったっていうね、それで日本だけ独自進化を遂げてったっていう歴史があったりするんですけど、まあ、それが結局今のね、スマホになって、でかい魚を失ったねっていう、日本、湖の中だけやってたら、すっかり海のね、魚は取れなくなってしまって、こうしたっていう感じがあるんで、非常にこれはもう、悔いても悔やまれるね、大失態と言わざるを得ないんですけどね、日本企業。まあ、それで結局も、それでスマホでやってた、レンガとかでもやっとったね、中国企業とかにも買収されちゃうよっていうふうになっちゃってるんだから、まあ、結構もう本当に目も当てられないんですけど、っていうようなことは置いといてね、大事なのは、まあ、この場合はそういった感じで、電子レンジのそのマイクロウェーブ、電磁波っていうものを、よくは危ないね、安全性が、取れないよというので、置かないっていう人は、まあ、多分ガスで炊くでしょう。まあ、大体そういう人の場合は、お米自分で炊くでしょうしね、結構ね、だからオーガニックの人は、じゃあ炊飯ジャーと思うじゃないですか。いや、意外とね、もうね、炊飯ジャーもそういう、要は電熱回路でその熱を発生させてやるやつなんで、あれもやっぱ電磁波がね、多少やっぱ発生しますから、多少ライドもね、発生するんで、いや、あれもダメだって言って、もう絶対にガスだけっていう人とかもいましたよ。でね、いうようなこともあったりしますんでね。で、あとそういう人とかが使う場合には、やはり優先になるのかなっていうようなことが考えられるわけですよ。まあ、それだと、でもね、そういった人たちとで、いや、電子レンジでいいよっていうのが、半々も、になってる方だと、半々ではないじゃないですか。まあ、圧倒的に電子レンジ、生活の中で使うよっていう人の方が、まあ、正直今の日本だったら多いですよねっていうこと。それがいいか悪いかも、ちょっと、ここではね、やめときますよ。それいらっしゃるので、ちょっと頭を回さないといけませんしね、配慮もしないといけないんでね、まあ、そこのところはちょっと置いといたとしてもです。まあ、今回はそのパックご飯を
を主役に、が主役なんでね。主役の話25分経ちましたけど、5分ぐらいしかしてない気がするけど、でそのねパックご飯を作るよっていうなった時に、他にじゃあ湯煎するケース何って言ったら、もう一つコスパっていう考え方があるんですよね。何やって、どう考えても時間もあれやし、ガス代ねそんだけ15分あれじゃあ、ね湯煎でやる場合15分ぐらいねやらないといけないんですよね。茶そいだけずつでお湯を沸かしてそこから炊き続けるんだったら、どう考えてもガス代とか電気代がね高くなるから、それはレンジでやった方が早いやんっていうところなんですけど、あちなみに湯煎でやったことあります。ちなみにこんなお話をやるっていうのに合わせて、私試しにねちょっと湯煎でやってみたんですよ。あれどうなると思います？まあ正直言うとね、レンジでレンチンした方のが私は個人的に美味しいなと思いました。あの余分な蒸気が逃げないんですよね、あの湯煎でやると。結果的にね結構ねベタっとしちゃうんですよ。あっちのあれぐらいの柔らかめが好きな人はだからそっちの方がいいのかもしれない。レンチンよりもそういう、あ、そういった味覚的なところでいいって思う人がいるかもしれませんね。うん、ただ私は個人的にはレンチンでやったものが正直美味しくないように作ってあるんだろうなって思ったところがあります。あのお米がね本当にちょっとおかゆさんチックになります。おかゆまではいかないですけどね、だいぶべちゃっとした感じになるんだよ。もう特にカレーとね合わせようと思ったカレーとかね汁系のやつだとね、もうべちゃべちゃ感っていう風になってますね。っていうような気がしたんでね、また個人的な感想ですよとしてはあったんで、うんと思ったんですけど、でもガスでやるケースあるのかな、あるのかなって考えてみた時に、コスパ面でどうしたらそれが良くなると思ったらあったんですよね。あのね似たような使い方してたことがありましたわ。あのそれこそさっき言った湯煎機でやった場合とかっていう話したと思うんですけど、これねこのパターン何がいいかっていうと、あのもうね今でっかい寸胴鍋みたいなんで、でっかい鍋とか、まあ、湯煎機って言ってドカーンってね湯を沸かしといて、大量にね茹でられる、機械とかがあったりするわけですよ。まああんまりこれでやるっていうのは実際にはないんですけど、あのラーメン屋さんの麺を茹でる機械をちょっとイメージしてもらったらいいかな。機械というか機器ですね。あれなんかすごいあのまあねお店にもよりますけど、でっかいねお湯張ってあるところがあって、そこのところでジャバジャバジャバってやるじゃないですか。似たようなんでね。あのイタリアの店の時にはあれラーメンだとラーメン一玉用のやつなんでね、口がちっちゃいんでね多分ご飯入らないと思うんですけど、パスタを茹でる機械ってのがあるんですよね。あれパスタを茹でる機械ってもっとねフライヤーみたいにね縦長な感じなんでね、あれはね本当にチャポチャポチャポってね入れれるんですよね。私が使ったことがある多分パスタの機械でも多分それをフルにね湯煎で使おうと思ったら多分ね355の45個くらいまとめてね湯煎できますよ、あのパックのご飯がね、うん、っていうことです。だからそういったパックのご飯で大量提供するよっていう時に湯煎でやっといたら、うん、仕込みでの段階でもあとは茹でといたら、あとは注文入ったらピャッとめくってやりゃいいだけっていう風になるんで楽なんですよね。しかも湯煎だったらそのままずっと入れとけばいいんでね、まあもちろんねあの長期間あまりにも入れすぎるとねそれで品質劣化になるんでダメなんですけど、まあその日の営業分とかだったらねまあもったいなくいけるでしょうということで、大量に入れといてピーク時にピャッと剥がしてピチャッと出すだけでね出せるようにしとく。でしかもそのレンジみたいに、注文が入ってからピーって作業してとかっていう手間が省けるんですよねっていうような使い方をする、業務用みたいな使い方をする場合っていうことが考えられるわけですよね。まあ普通それだけある程度の数のご飯が出るところってもう自分で炊いてしまった方が手っ取り早いしあれなんですけど、なんだろうな、炊くほど、ご飯が出ない場合で、炊くっていうと多分一升炊きぐらいで多分、コスパメリット変わってくるかな。
いや、実際にはもうちょっと低い。5合だ、5、1日5合とかでも元は取れるんですけどね。全然取れるとは思うんですけど、まあ、実は10合炊き、1升炊きですね。ぐらいの、規模のところだと、そうですね。もう、炊飯器でね、ちゃんともうでっかい業務用炊飯器を持ってね、で、それで回してっていう感じですよね。まあ、ココイチなんかね、パックご飯でやったら多分大変なことになってしまいますからね。まあ、ですから、まあね、カフェみたいな、個人でやってるね、カフェみたいなところとかだったらね、わざわざそういった、設備投資とかするのもあれなんで、もうじゃあね、レンチンで、いざとなったらレンチンでもそうですし、まあ、ご飯がちょっと出るようなランチタイムとかには、湯煎でしておいて、対応し、処理はいいじゃん、みたいなような感じの、まあ、10個ぐらいをね、まとめて、茹でとけと言ったら、まあ、それでも10個で、じゃあってやっといたら、楽っちゃ楽なんですね。っていう使い方があるのかな。で、減ったらその分また追加でね、ぴょんと入れて、で、まあ、先入れ先出しみたいなシステムを作っておいてね、奥に新しいのを入れて、手前から取って開いたら、また奥に新しいのを入れといて、入れてる間に新しいのができてっていうふうな、コスパを実現しようというようなところがあるのかな、というようなことで、ふと考えてたわけでございます。どうなんでしょうね。もし他にもね、いや、こういったね、メリットがあるんですよっていうのがね、思いつくのがあったらね、ぜひコメントとかでね、教えていただきたいなぁなんて思うんですけど、まあ、ここからはね、ちょっと考えながらね、なんだろうね、他にある、味覚面ですよね。で、あとは経済面、安全面の話があったでしょ。あとは、まあ、品質面、まあ、っていうのが味覚になってくるか。あと、まあ、さっき言ったような感じ、まあ、あっちの方が、いや、もちもち感のあるお米ですよっていう感じが出せるってことなのか。っていう見方をすれば、品質向上につながると見れることもないのかな。まあ、個人的にはいけるところなんでね。まあ、わかりませんけどね。どうなんだろうなっていうのがあったりしますよね。まあ、そんな感じっていうところかな。これ以上広げようがないですからね。むしろね、パックご飯のレンジをチンするかしないかだけでね、30分か、30分話してるの？ね、10分話した気もする。ただ、まだ眠くならないな。何かあるかな。まあ、結論が出ちゃいましたもんね。まあ、そんな感じですよと。まあ、なので私は多分今後もパックのご飯を使うときは、結局、レンチンでやるんだろうなとは思いますけどね。あとは、そっか、まあ、使えないというところの一つに、レンチが壊れてしまったっていう時の緊急策ですよね。もしくは、ガスが、あ、電気か、電気が止められてしまって、レンチが使えないよ。そういった場合にはね、ガスで炊くしかない。まあ、でも電気止められる方が痛いんで、ガスの方が先に止まるんですけどね、実はね。私もね、電気はね、まだね、止まったことないんですけどね。ガスはぶっちゃけ止められたことあるんですよね。まあ、こんな底辺やってるんでね。まあ、ただね、止められたケース2回あって、本当にガチで破裂やんくて、あ、しまったって言って止まっちゃったケースと、あとね、もう1回ね、2回目止め、2回目、1回目か。1回目止められた時は、別にその財布の中には支払える金額入ってたんですけど、仕事でね、本当に職場に缶詰になってた時期があって、何週間もずっとね、缶詰になってたんですよ。で、その缶詰になってる間に督促状が来てて、で、引き落としができませんでしたって言って、督促状が来
してて、期日までに払ってくださいってなってたんですけど、その期日ってね、まあガス会社さんでね、そんなね、短く取ってるんですけど、ソフトバンクとかね、結構ね、5日以内に払ってくださいとかっていう感じで期待するのが結構ギリギリで来るなと思ったりしてね。au さんとかだと2週間ぐらいかなとかって感じで、同じくね、ガス会社さんもね、2段階あるんですよ。普通の、請求書、振り込みができませんでしたよって言って、請求書が送られてくるのと、そこから、赤いハガキが届くんですよね。振り込みが確認できておりませんので、早急にお支払いください。で、そこになってくると、何日までに支払いがなかった場合に、供給を停止させていただきますっていう赤い紙が届くんですね。でね、実はね、ガス会社さんってもう一回送ってくれるんですよ。ここまで行くやといねえんだろうけどね、普通は。私はね、何回かエラー返したことがあって。本当にまだ支払いが来てないで、最後通告、最終通告ですかって言って聞いたかな。うん。本当にあと何日以内に支払いがなかったら止まりますので、ご覚悟みたいな感じでね、早急に払ってくださいよっていうのがね、来るんですけど、あの時はね、あまりに忙しくてね、なんか東海3県、一回家に帰れるかなと思ったら、そのままちょっと愛知県の岡崎の店舗の方に応援って言って、応援終わって、夜勤が終わったら、じゃあそのままちょっと名古屋の店舗の方にって行って、で、家に一回戻ろうかなと思ったら、ちょっと、三重の店舗で、問題が発生して行って、で、あれ一回家に帰ろうと思ったけど、あれしまった。これは、この場でとりあえず2時間仮眠を取って、また名古屋の方の店舗の方に戻っていかないといけないな、みたいなね。そんなことをずっと繰り返しとった時期があってね、その間になるとその赤いハガキが届いて、さらにね、黒いハガキもね、届いてしまって、あげくの果てに、だから、2週間以上空けてたんですよね、その時。2週間以上家に帰ってなかったんで、ガスが止められてましてですね。私気づかんとですね、やったー、やっと久しぶりに家に帰ってこれたって言って、もうフラフラだったんでね、もう何十連勤やってたんで、フラフラとして、とりあえず風呂入ろうと思ってね、シャワーでいいや、とりあえずシャワー浴びて寝ようと思ってね、シャワー浴びてひねってね、冷たい水しか出てこない、あれと思ったらね、ガスが止められてて、結局お湯を浴びることができずっていう、あちゃーっていうね、振って、って思ってね、ポストみたいな、まあ、当然ね、何週間も帰ってないでね、もうね、郵便がね、もうね、束になってるんですよ。郵便受け箱の中でね、もうぎゅうぎゅう詰めになっとって、うんと思って、パシャパシャパシャって受け取ったら、赤い、督促状と、最後通達の黒いハガキが2つ、間を挟んでね、ナミール、ダイレクトメールとかの間からピロピロっと出てきて、あっちゃーということはありましたね。あれね、いけそうなるとね、振り込み用紙の期限が切れちゃって、結構めんどくさくてね、大変だったんですけどね。あったなぁ、そんなことがあってて。そんな感じがあったりするんですよね。だから、そんな感じで、まあ、ガスの方が正直先に止まるんですよね。電気だけは、本当に止まったらガチでやばいじゃないですか。ガス、水道、まあ、水道もやばいですけど、水道はね、めちゃくちゃね、督促がね、何段階かがあってね、本当止まる前のプロセスは長いです。水っていう公共性高いっていうのと、あれですね、株式会社がやってないんですよね。水道局がやってるじゃないですか。あれ、お役所なんでね。その点は民間会社がやってる電気とかガスとかと比べると、だいぶ長くね、見てくれます。支払い忘れてたところからね、最後ね、2ヶ月半ぐらい粘れたから、これは行政によっても違うと思うんでね、一概には言えないですし、だいぶ昔の話なんでね、それこそ動画投稿とか始めた頃、リーマンショックの頃ですね、あの頃に一回ちょっと、
かなり得策ギリギリまで粘ったことがあって、あのね、今はちょっと方式が変わったんだ、変わってると思うんですけどね、まずはがきが届くんですよ。でね、はがきがね、まずね、青いはがきが届くんですよ。青いはがきが届いて、振り込んでくださいってくるんですね。そのね、青いはがきからしばらくそのまま支払わずに放置をしてるとね、次がね、緑のはがきが届くんですね。で、緑のはがきが届いて、払われてないみたいなんですけど、払ってくださいってくるんですよ。でね、次にね、紫の紙がやってくるんですよ。紫のね、はがきが入るんですよね。でも、これ、四日市の場合なんでね、他のところは絶対色違うと思いますけど、いい加減払わないと止まりますよって書いてあるんですよね。で、払ってくださいよって書いてあるんですよ。で、それもまた2週間、3週間くらいの期限があって、それを放置してるとね、次ね、封筒が届くんですよ。で、封筒になるとね、いよいよまずい文章が書かれてくるんですよね。催促をさせていただいておりましたが、支払われる、様子がございませんと。つきましては最終通達として、こちらの文書を送付させていただきます。次、振り込み用紙を添付させていただきますみたいな感じだったかな。振り込み用紙はその紫のやつを使ってくださいだったかな。いや、なんか入ってたよな。うん。で、いついついつまで払う場合は、丸々法の何か何条にのっとり、条例の何条にのっとり、お客様への水道の供給を停止させていただきますみたいなが書いてあって、で、その場合は何日に停止をしますよというようなことまでね、こと細かに書いてあってですね、で、復旧は一度止まってしまうと、その復旧には数字と要する、最低でも数字と要しますよみたいな、すぐには復帰はできませんよというようなこととかが書かれてたなと思います。結局断水はしてなかった。そこの段階でギリギリ払ったと思うんで、断水はしてないんですけどね。そんなような感じで、めちゃくちゃプロセスは長かったですね。っていうのが水道の思い出ですね。その水道もね、いりますもんね。ガスでご飯を炊こうと思ったらね、ガスでご飯を炊こうじゃない、ご飯を炊くのには当然いるんですけど、パックのやつ湯煎しようと思ったらお湯がいるってことは水がいるってことですからね。そう考えるとやっぱ湯煎は大変だな。でも水道も湯煎にしたいというニーズがあるから書くのか。それかあれなんですかね、消費者庁にクレームが入る、もしかしたらね、モンスタークレーマーみたいな人がいて、これはね、電子レンジの使用のみをね促す、こちら電子レンジ業界との癒着があるから違いないとかっていう陰謀論を唱える人がいてね、つまりこれは独占禁止法違反に引っかかるんじゃないかとか、キャー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 言ったもんでね、いやすいません、湯煎の方法も表示するように、表示義推進義務みたいな判例が出てね、それで、仕方なくね、どうせ誰もやりやといねえんだけどと思いながら書いているっていうパターンありえるな、今の日本だとね。そういうようなこととかもある。どうなんでしょうね。毎日ね、これを聞きの方でね、佐藤の湖畔で働いてるよっていう方がいらっしゃったらね、なんかそのあたりのね、なんか情報とかも出せる範囲でね、教えていただけると嬉しいなぁなんて思いながらね、ふとそんなことを夜中にね、眠れない夜に、ふと佐藤の湖畔、なんで湯煎の15分の湯煎の方法が書いてあるんだなぁ、なんでだろうなぁ、問題について語ってみました。いや、喋ったのかな。なんでね、ちょっとうとっとしてきましたんでね、
このまま眠りに消えようかなと思います。本当はなんか1時間以上喋った方がいいのかなっていう気もしたんですけど、いや、いい加減寝ないとやべえ時間ではあるんでね、1時間と言わずにもう私もちょっと眠りにつきたいと思いますんで、このまま回してて、回しながらうとうとうと喋りながらそのまま寝てったら、そのまま寝落ちのいびきまで音源してやろうかな。一応挨拶はしときます。まあこんな感じのグラグラとね喋る、不定期更新でございますんで、最初にやってもいつ更新されてるんだろう。年末に一応差し込んだんだ、どっかの年末に差し込んだんだよね。これは多分年明けのどこかで差し込んでると思いますけどね。年明けもね、まあ年末年始はね、頑張って本編のね、やっとずーっと更新してますけど、まあ、こういったね、ゆるい企画も間の平日に挟まないとね、全くて、さすがに、どうしても楽があるんでね、今仕事が忙しい時期なので、ね、自分の本業の方がね、そうするとね、お正月に向けてね、編集を頑張らなきゃいけないところで、編集に避ける時間が減ってしまうという矛盾を抱えてますので、どうしてもそのあたりが難しいところなんですけど、まあ、ここはちょっと頑張りどころで頑張ってます。ギリギリまでね、行って。で、こういったところで、なんか編集楽ですから、出して入れるような感じでね、まあ毎日更新はねやっていきたいな、なんやかんやと2年近くね毎日更新ずっとやってるみたいなんでね、一回ちょっと連続記録もしちゃってみてね、一回掲示しようかなと思いますけどね。まあそんな感じでね、覚えてこっちとね出してるちゃんとやっていきたいなと思ってますんでね、まあ、こういったのにね、どこに需要があるのかわからないところもね、しっかりと拾っていきますっていうね、感じなんでね、まあ、またよかったらご視聴いただければと思います。次回以降もまた不定期で更新があると思いますんで、このね、りょうたやまだの滑らない花が好きしてね、よろしくお願いいたします。ということで、ね、またよかったらね、高評とかコメントね、いろいろとね、その予選に関するご意見とかいただけたら嬉しいですし、全然関係ないことでも嬉しいです。コメントでも読んでますんで、ぜひまた入ってくれたらなと思っております。という感じで、あとね、チャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。1000人まではやっぱり行かないと、どうしても収益化とかっていう問題がね、絡んできますんでね。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、一旦これで切ります。ご視聴ありがとうございました。あとは一人ごとボソボソと言ってると思いますけど、そのうち出てきて、息吹が聞こえたら、でも息吹が聞こえたら安眠に聞こえないのか、で、安眠ラジオで息吹が聞こえてたら嫌か、離れたくらいだったらいい、いや、ちょっとのことでも嫌っていう人は嫌だもんな。いびきになった瞬間に切ります。おやすみなさい。なんか喋っとってないけど、でもなんかね、こういう感じで喋ってると眠くなってくるね。あくび出てきたもんな。マイクの向きも何も関係なく喋る。ダメよ。ダメだ、忘れてた。これね、昨
切らないとまずいことになるんでした。あとね、実はね、この場合気がついたんですけどね、あの休みのうちに撮ったのがこの場合大丈夫だったんですけど、これね、録音ボタンをこれスマホで撮ってるんですけど、録音をずっとやってるとね、アラームが自動的にね、無音で鳴るんですよ。これはまずい。寝坊してしまう、そんなことしたら。ってことで切ります。おやすみなさい。